寝ちゃえば？特にやることもないんでしょ？でさ、しのぶ。最近、リンとよく一緒にいるけど。もしかして、リンと付き合ってるのか？寝てるときは可愛いんだけどね。やっぱり
いっそ寝てるうちに食べちゃおうかしら。これだけして起きないなら大丈夫よね。そんじゃ、いただきまーす。あら、起きちゃった。美味しいケーキがあったんで、どうしようかと思って。いやー、しのぶちゃん、昨日はすぐ寝ちゃったじゃない？それでね、ぐっすり寝てるんだったら食べちゃおうかと。だって起きてる時に触るとうるさいじゃない？時にしのぶちゃん、行かないとラジオ体操始まっちゃうよ。毎朝の交流は大切よ。私のことは気にしないで。あしのぶさん、早く行きましょうよ。和樹さんも恋に目覚め始めたんじゃないですかね。だってそれって凛さんとしのぶさんの関係を気にしてるわけじゃないですか。それじゃあ和樹さんはなんで気にするんでしょうか。
緒にいる時間の増えたしのぶさんにやきもち焼いてるんですよ。うきゅ、私の顔に何かついてますか？とんでもない嘘言ってるよ、タカ。ふきゅ、そうするとラジオ体操というのは危険な行為なんですね。はいです。ちょっとメル、どう聞いても嘘だってば。ふきゅ、それは自業自得だ。はあ、ダメだよ高山くん、メルは素直なんだから。はあ、なんかメルがかわいそうになってきたよ。私ってかわいそうなんですか？朝からにぎやかだな。わかってないな、しのぶ。オイラだって日々成長してるんだぜ。カズキに言われたらおしまいだね。にゃーにおー！そういえば今日の夜ある夏祭りは行くの？オイラはもちろん行くぜ。楽しそうだな。忍ぶ、最近凛とよく一緒にいるけど、もしかして凛と付き合ってるのか？うん。
始まりますよ。おっと、それじゃあ行かなきゃ。あ、待ってよ、カズキ。私も行っていいですか？始めようぜ。遅えよカズキ。うるせえな。今チーム分けしてるとこなんだから、ちょっと待てよ。あ、しのぶさんです。え、しのぶ？夏休みは満喫してるかい？昔の偉人が言ってるじゃないか、時は金なりってね。僕しのぶくんと同じチームがいいな。かわいい。抜け駆けは良くないな。ああ、実はこれからドロケをやろうかと思っていたのさ。しのぶも一緒にやるだろう。それで僕しのぶくんと同じチームが。いいから早く始めようよ、みんな待ってるんだから。人数がちょうどにならなくってさ。よし、決まり。私はしのぶさんと一緒がいいです。僕も。高山は大人気だね。と同じチームじゃ不満なのかよ。だってカズキは無茶するのよ。カズキ。わかったわかった。そんじゃ始めようぜ。じゃあオイラのチームはオイラ、ハヤト、メルチ。そんな。しのぶチームはしのぶ、リン、コータ。その他は適当にな。僕とコータは高山くんチームなのね。やったー。そっか。ちょろいちょろい。
しのぶがリーダーで、副官にハヤトとリンだろ。お味噌のメルッチとコウタ。お味噌なんですか。滝沢がリーダーかい。この胸を駆け巡る不安な気持ちはなんだろう。完璧じゃん。実力を思い知ったか。それは忍が逃げようとするからじゃん。まあまあそう固いこと言うなよ。なんだかガサガサ音がするです。